末永正氏は、元プロ野球選手。現在は、広島東洋カープ九州地区担当スカウト。佐賀県立佐賀東高等学校では、第81回全国高等学校野球選手権、大会に出場するも、初戦敗退。高校通算で18本塁打を放った。1999年のドラフト会議において、広島東洋カープから4位で指名され、入団。 2003年9月27日の対、読売ジャイアンツ戦で、上原浩治からプロ初安打を本塁打で飾った。しかし一軍に定着することができず、2007年は一、軍出場すらない年となった。ウエスタンリーグでも三振が増加し、思うような成績を残せなかった。2008年は、ウエスタンリーグで22盗塁を記録し、盗塁王を獲得するなど、存在感を示した。 2009年は、打線の不調や、天や総一郎の故障などで一軍に昇格すると、同年7月3日の対横浜ベイスターズ戦に一番、中堅守で、先発出場すると、二本の敵自我を含む四安打を放ち、勝利に貢献した。その後も打撃面で貢献し、シーズン終盤まで一軍に帯同。規定打席には遠く及ばなかったものの、最終的には得点圏打率。 487で久々に打撃で存在感を見せるシーズンとなった。2010年は外野で争いが白熱していた中で開幕を1軍で迎えたが5月に不審によって2軍降格。さらに右足を故障するなど2軍でも思うような成績が残せなかった。2011年は丸加工、松山龍兵の対等によって1軍出場がなかった。 2012年も一軍で出番はなく10月3日に戦力外通告を受けた。現役続行を希望しトライアウトを受験したが、打球団からオファーがなく12月4日に引退を表明した。2013年から広島東洋カープのスカウトに就任し、出身地である九州地区を担当している。高校時代から俊足高打で知られ前田二世と称されていた。 赤い一郎とも呼ばれたこともある。打撃面は評価が高いものの、毎年のように怪我をしていたため、一軍に定着できずにいた。好きなテレビ番組は、プリキュアシリーズで、2006年の球団インタビューでは、娘に付き合って見ているうちに自分がハマったという。2012年に自由契約となった末永に対して、前田智則は、どこで道を間違えたんか、どう、などとコメント。 末永も、前田さんより早く辞めるとは思わなかったとコメントした。ありがとうございます。